今日は柿の手嫌い作業、大きい柿作るのに、まあ、欠かせない作業です。車来ました。はい、今日はあの柿の手嫌い、つぼみをまぶく作業を行いたいと思います。今年は、まあ、今回3部、部工程でやっていきたいと思います。まず、まあ、今年の作柄というか状況ですね。まあ、説明しますと、春から高温というかね、平年より温度が高く、生育が、まあ、約、この間からね、夜温が低かったんで、だいぶ縮まってきましたけども、それでも3日から5日程度、平年より早いように感じられます。適材作業、行っていくんですが、枝に3つなり5つぐらいになるんですけど、1つにしていくんですけども、この作業は昔はね、やられてませんでした。調べたり聞いたりしてみますと、60年前ですね、昭和38年頃にはそういう技術は生み出されたというかありましたが、実際に、普通の柿農家ですね、実際にやられたのははっきりは分かりませんが、3、40年前ぐらいから徐々に普及してきたように思われます。だいたいこれつぼみ、こういう風に結果母子があって、これ枝ね、今年枝出た枝ですけど、これだいたい3つぐらいになるんで、3つか5つぐらいになるんですけども、ちょうど真ん中ぐらいの大きなヘタになるんです。ヘタが4枚ね、しっかり4枚の1つ。まああんまり上向き、まああんまり気にしなくてもいいんですけど、上向きはやっぱり日焼け、柿が焼けるので、まあ横ないし下向きを多い一つ決めて、で、パチッパチッパチッと、落としていきます。このように、ここでしたら、ちょうど枝の真ん中ぐらいね、上から2番目なり3番目、5つあったら2番目か3番目ね。で、これ一つ決めて、こういう風に、取っていきます。まあこんな感じですね。はい、これやったら 1,2,3,4 ヘタになる部分ですけども、これまあトネワセですけども、普通の四角のあの立派な柿ができますが、ヘタが3枚やったら三角形なんで、変形化になりますと。 3,40 年前から適材作業、今はもう当たり前の作業になってきましたが、大玉、大きな柿を作る、まあ剪定の次に大事な作業になってきますが、これが普及することによって、それまでは確年結果ね、1年は豊作になるんですけど、次の年は不作、その繰り返し、確年結果って言うんですけど、が繰り返されてましたが、これ、適材作業が普及することになって、毎年安定した、生産、実がなるっていうように、なってきました。だから大事な、本当に大事な作業です。まあそんなとこですね。で、まあ、もう花も、かなりつぼみ膨らんできましたが、さっき言ったように一つ見つけて、このように、手際よく作業をしていってください。なかなか期間が短いので、人手がかなりいる作業ですね。まあ、そんなとこが第2段階で、ね、最後はまあ、大玉生産、適材作業は大玉生産の大事な作業。適材作業の時にどうしても今年はこの花芽ってつぼみが多いんですけども、あ、ここ行きましょうか。こんな多い年はどうしてもね、こんな枝がこのように影するようなところね、それはもう剪定バサミで切ってもらったら、まあ影にもなりませんし、全体に大きな実がたくさんなるんで、剪定作業もね、余分な枝は除去してやれば、いい柿がたくさんあると思います。余分ってどれぐらいですか？余分、まあ、枝同士が当たってる場合は絶対、ね、枝が擦れたりするし、まあ、これとこれでしたら、下の方が影になるんで、もうこういうのは切る。今ちょっと剪定ばかりはないんですけども、どうしてもね、今年は花芽多いですね。っていうか、多いんですけども、お適材作業も最近毎年することによって、花芽文化っていうか花芽形成するのが毎年7月か8月頃なんですけども、たくさんならさないっていうことで、木にも養分が残り、で来年毎年、このように花がつくという
状態が最近は続いてますね。テキライ作業の、重要なポイント3点挙げたいと思います。一つの枝に、一つにするっていうことね、一つ決めて後の、邪魔な実は取るっていうのが1点。健全なヘタが4つある、実を置く、つぼみですね、置くっていうのが2点目ね。さっき言ったように邪魔な枝は除去する。まあそれが大きくね、3点のポイントとは思いますが、そういうことで、ね、この時期につぼみ、どうしても花が咲いてきたらまた硬くなってくるんで、この時期に手早く作業してください。以上です。そしたらまあね、この作業かなり、人がたくさんいるということで、まあ初心者の方でも簡単に、できる作業ですので、初めてね、アルバイトで来た人に教えるポイントをしていきたいと思います。そしたら教えますね。適材作業、つぼみをね、この枝やったら 1,2,3,4 つなってるけども、だいたいこの枝全体の真ん中あたり、1,2,3 番目より2番目の方がね、この枝やったら真ん中になるんで、でこれ一つ、まずこれ大きいですね。まあ大きいようなね、これにしましょうか。2番目でも3番目でも、まあ真ん中あたりね、一つ決めて、後のつぼみはこのように折っていく。一つ見極めてから折っていく。でこの枝でも3つやったらもう2つ目ね、一つ決めて上下を取る。だからまあそんな感じですかね。たまにこれ、ヘタになるんで4つですけど、3つのがあるから、先に取り除いて真ん中あたりで、はい、やってみましょう。中で今 1,2,3,4,5,6 個なってますが、さっきの説明でしたらどれを残しますか？これだとこれですか？ああそうですね、大きいしね、それを一つ置いて、で後を取り除きましょう。はい、はい、はい、よくできました。はい、一旦見てみましょうね。と大体でうまくできてますが、これね、もう完全にまだ取り忘れ、あで、さっき忘れましたが、これ遅れ花っていうので、このちっちゃいのね、これ残すことによって、まあこれもしか、まあとりあえずこれを置いた時に、これを置くことによって、これが落ちやすい可能性もあるんで、絶対このちっちゃいのね、これは必ず落とすように心がけてください。で今ね、今4つも忘れてましたし、でこれね、一枝に1個にしましょうし、この下ね、2個なってますね。これでね、根元はどうしても葉っぱの陰に隠れて、よく忘れるので、根元はこの手で手探りして、でポキってないかなと思ってするようにしてください。でこの枝も忘れてますね。でこのように取って、この枝一つずつ的確に、作業してください。はい、これね、遅れ花、これもありますね、必ず取るようにしてください。はい、でさっき言うてた、これは健全な4つの枝になる部分ですけど、4つですけど、これね、これ見てください、3つでしょ。3つは、実が三角形になります。これはやっぱり変形化になるので、先にこのつぼみは、これもそうですけどね、落とすようにしてください。たまに5つのもあって、五角形のもありますけど、それもまあね、変形界になるんで、しっかり4つあるのを置くようにしてください。はい。では今日はこれで終わりたいと思います。